い、佐藤あやみです。今回はですね、スイート待ってました。見てもらうと分かる通り、コスメパレット2段重ねのやつね。やばくないですかこれ。発売当日しっかり買いに行きました。そんな感じでゲットできたんですけども、こちらの今回はこの2段立てコスメパレットの中身をレビューして、この中にですね、この2段パレットを使ってのメイク法が書いてあるので、それを使ってメイクも実際にしてみようかなと思います。では早速スタート。じゃん、スイート2019年6月号2段パレット、こちらスナイデルの、ものでございます。やばくないですかこのデカさ。はい、横分厚い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 という風になっておりますよ。アイシャドウとかもリップもチークもいろんなカラーが入っているというね、てんこ盛りの内容でございます。プラスなんとミニマスカラまでついているということで、ミニマスカラどこにいるんだろうって感じですね。はい、ではこちら早速開けていきたいと思います。じゃん、開けてみました。こんな感じです。すごくないですか。で、なんとここにマスカラちゃんがスポッと挟まっております。で、ここにはブラシが2本とあと1本、こちら大きめのブラシですねがついています。カラーはここには6種類ですね、プラスマスカラで、次2段目、下の部分をギュッと指で押すとスライド式になっていて、はい、なんとこちら出てきました。こんなにもカラーが、こちらも6種類カラーが入っております。やばい、もう見るからにやばすぎる。こんなん付録で作って大丈夫って感じ。一つ一つカラーを手に出していきたいと思います。まず上の段から出していきますね。はい、手に出してみました。こんな感じです。じゃあここからいきます。この一番ね、ここのカラーですね。このカラーはこちらピンク色なんですけど、ちょっとベージュっぽいの分かりますか。なんかピンクピンクしすぎてなくて、ピンクみたいにちょっと可愛らしい印象もありつつ、でも大人っぽいような上品な目元にしてくれるのかなと思います。これチークに使っても可愛いと思う。で、これはパウダータイプでした。そしてこの次、ここがねめちゃくちゃ見えにくいんだけど、これねベージュのクリームタイプのアイシャドウなんです。ちょっとツヤ感があるの分かります、このここの間で。これはねすっごい肌なじみのいい色なので、ハイライトとして使えるかなと思います。肌のツヤ感をアップさせてくれると思う。白浮きすることもなく、ちょうどいいツヤ感を出してくれるというか、そんな感じでした。そしてこの隣ですね、こちら結構濃いめのブラウンでございます。で、こちらは眉毛にも使うことができるみたいです。なんかね、万能に使える、締め色とかにも使えるし、セットアイブロウとかにも使えるし、まあ、結構濃いめなのでシェーディングとかノーズシャドウはなんかうーんって感じかもしれないですね。まあ、使ってみないと分かんない。うん、薄く出れば使えるかもしれない。でもすっごく万能に使える、こういうブラウンのカラーって一つあるだけでほんと何でも使えるので、すごく使い勝手いい色かなと思います。そしてこちらですね、こちらは深みがかったというよりは結構赤みのほんと強いようなピカッとした発色のものです。で、これはマットタイプ、サラサラパウダータイプでしたね。で、その真ん中、このギラギラしている白ですね、はい、ホワイトのカラー、これパールがすっごい綺麗でめちゃくちゃ派手です。キラキラキラってしてるで、これは涙袋とかちょっとアクセントにのせるだけで結構ぷっくり見えたりとかするのかなと思います。これもパウダータイプでした。そしてその隣、この濃い赤ですね、この深みがかった赤色はブラウンっぽい色が混じってるのかな、結構ねほんと深い色です。ちょっとアクセントにね目尻あたりにのせたりとかするのも可愛いのかなと思います。ツヤ感のあるクリームタイプでした。パウダーとクリームタイプが入り混じってますね、これ全体的に。ミニマスカラちゃん、バリちっちゃいこれ。はい、こんな感じ。うわ、めっちゃ可愛い、最高この色。はい、見てください、黒でもなく赤でもなくブラウンっぽいようなちょっと赤みの入ったような色です。これね、ちょっと手に出してみる、ここに出したらわかるかな、もう手のひらに出すってめんどくさいけど、はい、こういう感じの色。はい、ちょっとね赤みがかったようなブラウンですね。これめっちゃいい、抜け感が出るというか目元にすっごいいいと思うこの色。次下の段出してみました。こんな感じ、もうカラーバリエーション最高ですね。こちらのカラーからご紹介していきたいと思います。こうやって見てもらうと分かるんですけど、ピンクにベージュがかかったような結構ブラウン味のある色ですね。で、薄く塗るとピンクベージュで、濃く塗るとこんな風にちょっとブラウン味のある色になります。これがパウダータイプで、すごくサラッとしていました。
これアイボリーのパウダーになってるんですね。で白っぽいようにね、今結構重ねてるので白浮きしちゃってるんですけど、薄く塗ればささっと毛穴を隠してくれるそうです。なので私さっき顔に塗ってみたんですけど、重ねればやっぱ白浮きしちゃう。だからほんとささっとお直し程度に使えるパウダーかなと思います。パウダーも入ってるってやばくない？でこれが、結構ツヤツヤなね、赤っぽいような色です。結構赤みの強めですね。青みがかった濃いめの赤の色って感じ。はい、こちらはチークに使えるかなと思います。そしてこの横、コーラル系のピンクです。これは結構誰でも万能に使えるような色かなと思います。柔らかい印象ですね。そしてこちら、これもね、青みがかったピンク、青みが強めというかそんな感じのピンクです。こっちは赤みが強めなんですけど、こっちは青みが強めのピンクですね。ピンク系でもほんといろんなピンクが入っているので、自分に合うピンクが必ずあるかなと思います。そしてこの横、これね、もうめっちゃ可愛い、私大好き、テラコッタカラーですね。赤みのある、オレンジみのある、ブラウンみのあるテラコッタ、めちゃくちゃ可愛い。これは秋も使えますね。ほんとこうやって見てもらうと分かるんですけど、秋から春にかけてというか、もう全シーズン対応ですねはい、万能に使えるかなと思います。こんな感じでした。じゃあ次はこちらを実際に使って顔にメイクしていこうかなと思います。じゃあまずここのカラーをまぶた全体にのせていきたいと思います。ここね、で同じカラーを目の際にさらに重ねていきたいと思います。なんかピンクなんだけどオレンジ味のあるようなピンクで、すごく使いやすいですね。これはなんかヌーディーなカラー。次にビューラーをします。スイートでは下まつげだけにマスカラを塗るって書いてるんですけど、私は上に軽く塗って下を濃いめで塗ろうと思います。上まつげに軽く、はい、こんな感じ。まああんまりわかんないですね。あんまりわかんないけど、多分上にアイシャドウを塗ってて下まぶたには塗ってないので、この下のマスカラで統一感を出すのかなと思います。ブラシでさっき取った色、眉毛にもちょっとふんわりのせていきます。ちょっとふんわりピンク色にする感じのイメージです。本当は眉毛する前にした方がいいんだけどね、ちょっと今回してたから。はい、こんな感じでちょっとほんのりピンク色になりました、眉毛も。次はこのカラーです。こちらを唇全体に塗っていきます。細かいことはいろいろ書いてあるんですけども、まあとりあえず適当に手で塗ります。次はこちらのコーラル系のカラーをほっぺたに塗っていきたいと思います。はい、こんな感じでほんのりピンク色というかコーラルっぽい感じの色を入れてみました。そんな感じでメイク完成しました。ちょっとこのオカメ納豆ヘアをね、どうにかしていきたいなと思います。はい、というわけでメイク完成しました。すんばらしいですね、これは。もう意味がわからんぐらいコスパが良すぎるし、量がやばい本当に史上最強だなって思うぐらいのレベルです。さっきもご紹介した通り、使えるアイテムがたくさん揃ってるし、何より一つ一つ色がちゃんと可愛いというね、全部使えちゃうので、これは本当に本当に本当に皆様ゲットすべきだと思います。そんな感じで今回も最後まで見てくださってありがとうございます。この動画が良かったよとか、チェックしてみようかなって思ってくださる方いらっしゃいましたら、グッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。